この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。田舎侍、刺身にしてやる。
な。血を分けた兄を殺し、手に入れた当主の座は幻か。寸炎山に栄えしよくやも、世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。うつけ信長に伝えよ、新しき世の先駆けとなれと。はよいたせ、宵の覚めぬうちに。すげえぞ秀の字。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、四万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。暖かい。藤吉郎、表情へ急ぎなさい。氷のような女だな。ご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。ここで何を。知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。何笑うとるんじゃ、猿。探してるって侍はお前か。ご挨拶だな。お前がこのか、ようやく見つけたぞ。俺らの力を借りようった物好きな人間もいたもんだ。